IBM610 オートポイントコンピュータは、卓上計算機しかコンピュータの経験がないような一、個人が使用するコンピュータという意味で、最初のパーソナルコンピュータの一つである。それはキーボードによって対話的に制御された。このマシンの主な設計者は、ジョン・レンツで、コロンビア大学のワトソン研究室での研究の一環として行われた。IBM610 は1957年に、 発売された。オフィスに簡単に収まるほど小さく重さは約800ポンドであった。特別な電源装置や空調設備を必要とせず普通のオフィスで使用できるように設計されていた。真空管磁気ドラム、紙テープ用ミトリキトさん機を使用した。入力はキーボードからで出力は IBM 電動タイプライターで毎秒18文字で行われた。これは キーボードから制御された最初のコンピュータの一つであった。オートポイントという用語は、不動小数点演算で小数点を自動的に調整する機能を意味していた。価格は5万5千ドルで、月額1,150ドルでレンタルすることもできた。合計180台が製造された。これは遅くて制限されたコンピュータであり、一般には IBM1,620 で置き換えられた。 ありがとうございます。